この動画には映画キングダムのネタバレ要素が含まれています。それでも構わないという方のみご視聴ください。皆さんこんにちは。ゆっくりです。本日は映画キングダムの原作が改編されていたシーンを6つ紹介します。早速参りましょう。1、冒頭の大王暗殺未遂。はじめに紹介するのは、冒頭の大王暗殺未遂が行われたシーンです。映画キングダムは、司教という暗殺チームが大王星の暗殺を決行し、間一髪のところで真に止められるというシーンから始まります。実はこのシーン、原作から2つの改編がされています。1つ目は、時系列です。映画キングダムでは、大王暗殺未遂事件はダカン平原の戦いの前に起こっていました。しかし原作では、大王暗殺未遂事件はダカン平原の戦いの後に起こっています。そのため、暗殺チームのメンバーや流れも違います。それが2つ目の改編ポイントである、暗殺未遂の流れです。映画キングダムでは、大王暗殺を決行したメンバーは司教2人だけであり、この2人が大王の親衛隊を撃破、その後、信徒激戦を繰り広げるという流れでした。一方、原作では、暗殺チームは司教3人に加え、ゴーマという別の暗殺チームが13人と教会という大軍勢になっています。この際、神は前線し、映画では大苦戦した司教を1人、一刀両断にしています。そしてその後の境界戦では、互角の戦いぶりを見せ、最終的には、大王側に寝返った境界都心の活躍により、ゴーマは壊滅。オサも将軍君と聖の手によって討ち取られ、生き残った司教長が戦線を離脱し、暗殺未遂事件は幕を閉じます。このように、映画冒頭の大王暗殺未遂事件は、原作から時期も規模も大幅な改変がされています。2、境界の回想シーン。続いて紹介するのが、映画中盤にある境界の回想シーンです。映画キングダムでは、神が敗走中に、境界と共に滝壺へと退避し、境界の過去について聞くというシーンがあります。このシーンですが、なんと原作には存在せず、映画オリジナルの展開となっています。そのため、映画と原作では、境界の謎が明かされるタイミングも微妙に異なり、原作では大王暗殺未遂の直後になっています。というわけで、映画中盤の境界が姉の言葉を思い出し、仲間を救い出すシーンや生きろという名言は映画オリジナルだったりします。また、神たちが敗走し、夜中に逃げ回るシーンも映画オリジナルです。原作では、戦車隊を避けた直後に岡攻略を行っています。私も映画を見た当初は違和感なく見ており、後で原作を見返して気づきました。境界が生きろと叫ぶシーンは原作にあってもおかしくないぐらい自然な流れなので驚きですよね。そんなわけで2つ目は、境界の回想シーンでした。3、壁の活躍。3つ目に紹介するのは、壁の活躍です。映画キングダムでは、あまり目立った活躍がなく、終始影の薄い存在だった壁ですが、実は原作ではかなり活躍しています。一つ目の活躍は、救援岡攻略で騎馬隊に取り残された歩兵の救出です。先ほど述べた通り、原作には、神たちの敗走シーンや境界の回想シーンが存在していません。そのため境界が心を開いておらず、積極的に戦闘には参加しません。そこで代わりに活躍したのが壁です。原作で壁は、王騎が登場した際に、王騎の後を追いながら丘へ突撃。丘の中腹に取り残されていた歩兵たちを救出しています。それだけでなく、壁は丘攻略に成功した神たちと合流した後、兵庫軍に合流。戦車隊の挟み撃ちによって危機的な状況に陥っていた兵庫軍も救出しています。このように、原作ではかなり頑張っていた壁ですが、映画キングダムではこれといった活躍がなく終わっています。歩兵救出は境界に、兵庫の援護は神に取られちゃいましたからね。そんな映画では見られない壁の活躍の紹介でした。4、小狩り。続いて紹介するのは、小狩りのヒット巻きです。この2人ですが、原作でもかなり影が薄いです。というのもいきなり出落ちしたキャラなんですね。彼らが初登場したのは、第69話で登場時は、本陣に近づく兵庫を止めるための護衛の切り札らしい強キャラ感満載で登場しました。しかし、次の話で巻は真に激戦の末倒され、式は兵庫に一刀両断にされるというあっけない幕引きをしています。どうやら、式が馬を、巻が武将を倒すことで先行を上げてきたようですが、あまりにあっけなく散っていったため、読者の記憶にも残ることなく、映画での出番も剥奪されてしまいました。そんな原作勢からも存在を忘れられている悲しき小狩りの2人の紹介でした。5、兵庫対護慶の一騎打ち。次に紹介するのは兵庫対護慶の一騎打ちです。映画キングダムでは、兵庫が護慶の本陣に突入を、護慶を一撃で撃破していますが、原作では、兵庫と護慶は激しい一騎打ちを演じています。この一騎打ちは兵庫の強さもさることながら、国を滅ぼされた護慶の熱い思いも味わうことができる最高のシーンです。刀を交えて、お互いの思いをぶつけ合う激しい戦いは、キングダムの醍醐味なので、このシーンがカットされたのは少し悲しかったです。ですので、映画キングダムを見て、原作が気になっている方にはぜひとも見てもらいたいシーンです。きっと護慶という人物も好きになることができると思います。そんな一騎打ちのシーンが5つ目でした。6、もう一人の副将白鬼祭。最後に紹介するのは、護慶のもう一人の副将、白鬼祭です。
映画キングダムを見た方で覚えている方は少ないと思いますが、ダカン平原の戦いには、副将が占領している丘が2つありました。一方は、バッコシンが討ち取った宮原が陣取っていましたが、もう一個の丘を占領している副将は映画では出てきませんでした。その人物こそ、白騎祭です。原作で彼は、五兄が討ち取られた後、義軍を立て直すため、丘を降りています。しかし、その前に王騎が立ちはだかり、その姿に恐怖した白騎祭は軍を退却させ、敗走しています。実は、上皇が五兄を討ち取った後も、王騎はこっそり活躍していたんですね。そんな白騎祭ですが、小狩りの二人と違い、ボットでではなく、この後の戦いでも義国総大将として新軍と対決しています。その戦いは、いろいろと印象に残る戦いだったため、原作勢なら意外と白騎祭の名前を覚えている方は多いと思います。そのような、意外と知名度のある白騎祭の初登場シーンが6つ目でした。さて、私が紹介する原作との大きな変更点は以上になります。今回、私が紹介したものは、あくまで一部であり、映画キングダムには他にも多くの改編がなされています。興味のある方は、ぜひ原作を手に取っていただけると嬉しいです。さて、今回の動画は以上となります。ここまでのご視聴ありがとうございました。また見てねー。